はい、皆さん、こんにちは。ジオジブラで、やっぱり一番やってみたいのが、この二次関数のね、最大最小ではないでしょうか。まあ、頂点の値を動かすと、このように最大値最小値がこの入れ替わると。はい。今回は、これをやってみたいと思います。はい、それでは、ジオジブラのトップページからアプリを返して、はい、早速、二次関数のグラフを作ってみたいと思います。 ま、今回は、y イコール、カッコ x、x マイナス p カッコ、そして、二乗、マイナスの1とします。はい。そうすると、二次関数のグラフができました。で、これ、p の値ですね。はい。これを浮かすとこんな感じになります。で、次に、二次関数の軸の方程式。これを入れます。x イコール、p。 で、軸の方程式は、ここで、設定で、スタイルで、点線にしておこうと思います。はい。このように点線にしました。はい。次に、X の範囲ですけど、これ、0以上。0、小なりイコール、X、小なりイコール、2とします。で、見やすいようにちょっと色を変えますね。で、実は色はね、こちらをクリックしても直接変えることができます。 はい、こんな感じです。あと、線をクリックして、色で、例えば、線の太さをこのように、まあ、変えることもできます。はい、それでは次に、この二次関数の頂点の座標ですね。これ、頂点は p としたいと思います。p とする場合には、large p イコール、カッコ、p コンマ、f カッコの p とします。そうすると、今、頂点 p と。 で、分かりやすいように、この頂点 P をクリックして、はい、ここですね。点をクリックして、大きくしておきます。最大9まで大きくなりますので、最大の9にしておきたいと思います。はい、次に、この範囲内の値ですね。はい、これ、それぞれ A、B とします。A イコール、0コンマ F カッコ0と。はい。で、これも、 はい。点を分かりやすいように大きくしますね。はい。次。こちらを B とします。B イコール、括弧こ,これは2コンマ F、括弧2と。はい。あ、ちょっと F が大文字ですね。小文字にします。はい。F。はい。で、この点 B も、はい。大きくしときます。はい。で、これで動かすと、はい。分かりやすくね。 はい、このように、まあ、最大最小値が分かりやすくなるかと思います。では、まず最初に点 P、頂点に着目して、P がどんな範囲の時に、この最小値になるかと、はい。で、P の値が0より大きく、2以下の時に最小値になるということなので、はい、これを、点 P をクリックして、で、今、ここですね。 見出しで最小値、最小値と、はいします。で、今ここも見出しになりました。で、どういうときかというと、0よりも大きく、p ですね。で、2以下のとき、このときに最小値になりますよ、ということです。はい。じゃあ、これで動かしてみましょう。そうすると、はい。ここで、 はい。この範囲を出ると、このように、はい。頂点が消えます。はい。最小値は消えます。で、次に、点 A に着目しましょう。点 A は、これどんな時に最小値になるかというと、この P の値が0以下の時、これが最小値になります。それでは、点 A をクリックして、ここで基本で最小値とします。最小値。 で、どんな時かというと、今この上級のとこから、P の値が、はい、0以下の時、最小値になります。はい。じゃこれで動かしてみると、今、今こう最小値で、はい、こうなりますね。最小値、このようにできました。じゃ次に B は、どんな時に最大値かというと、B の値は、 これは p の値が1以下のとき、b は最大値になるということなので、はい、点 b をクリックして、基本で見出しで最大値と。はい。で、エンター押すと、はい、見出しで最大値と。で、この上級のところから p の値というのは、はい。p の値は p が 1>, 1以下の時、最大値だよ、ということなので、これで動かしてあげると、はい。これで、はい、これで大丈夫ですね。はい、こんな感じになりました。で、あと問題は、この P の値が1より大きい時に何も表示されないので、何も点が表示されないから、ここで新たに点を追加してあげます。 何追加するかっていうと、こことこの点ですね。これは点 A の入力を複製。はい。で、エンターします。そうすると C という点が追加されました。で、次に点 B の入力の複製をします。はい。そうすると D という点がこのように追加されました。で、あとは、この2つの点に関しても同様に最大最小値の範囲ですね。 まず、点 C は P の値が1以上の時に最大値になるので、はい、1小なりイコール P と、はい、こうしてあげます。はい、それでこれ動かしてみますね。はい、P の値を動かしてみると、はい、こんな風に、ちょうど1の時に最大値という風になります。で、最後に点 D ですね。 点 d はどんな時最小値になるかというと、はい、これは P の値が2より大きい時に最小値になります。では、点 d をクリックして、基本でここで最小値。最小値。はい。それで、はい、これ、はい、P の値が2より大きい時ですね。2小なり、 P と配、はい、しますはい、そとこは最小値になるということなので、はい、これで P の値を動かすと、ちょっと見てみますね。ちょっと下に下げて、下に下げて、これまんべんなくね、最大最小が表示されるか見てみますね。はい、ずっと行くと、最小値最大値ですね。はい。で、ここで最小値は入れ替わって、ここで最大値入れ替わると。で、ここで最小最大で、ここで最小最,最小値は入れ替わると。 ということですね。はい。これで2次関数グラフの範囲内での最大最小が表現できました。はい。このように X の範囲が指定された時のまあ関数の最大最小。まあ2次関数だけではなくて3次関数とかね。まあ工事関数の場合にも、このようにジオジェブラを使うと、まあ直感的にね、こう視覚的にわかりやすくなりますので、ぜひご活用ください。それではまた次回。 channel.